皆さんこんにちは。新作落語の騎手として熱狂的なファンを持ち、常にチケットが入手困難な状態の柳家喬太郎さん、ドラマや映画、CM への出演で落語ファン以外にも認知度が高まりつつありますが、その私生活は未だベールに包まれていますね。今回は柳家喬太郎さんが結婚した妻や家族に迫りながら、立川談志さんとの間に起きた人騒動、生い立ちについて迫っていきます。1963年11月30日、柳家喬太郎さんは東京都世田谷区で生まれました。世田谷区と聞くと高級住宅街を連想する人も多くいるでしょう。もしかすると柳家喬太郎さんの実家は大豪邸なのではなどと連想する人もいるかもしれません。ですがそれは違います。柳家喬太郎さんは小学3年生までを世田谷区祖師ヶ谷にある大蔵団地で過ごしました。実家の近くには子供たちのヒーローであるウルトラマンで知られる円谷プロがあり、幼い頃には時々遊びに行ったこともあったそうです。柳家喬太郎さんといえば異色のウルトラマン落語で話題となりました。もしかすると幼き日の思い出が関係しているのかもしれませんね。中学時代に落語を好きになったという柳家喬太郎さんは、日本大学に進学してから落語研究会に入り、絹田屋堕落を名乗りました。大学在学中には金ドン、良い子悪い子、普通の子、おまけの子に悪い下宿人として出演するなどしていたため、周囲の誰もがそのままプロになると思っていたものの、柳家喬太郎さんが選んだのは書店への就職でした。この時の心境について柳家喬太郎さんは、落語で食べていこうとは思わなかった、怖かったんです。好きだっただけに畏怖の念があった。それに僕は普通の人生が送りたかったんですと語っています。落語が好きという気持ちと将来への不安を抱えていた柳家喬太郎さんは、安定した仕事を持ち、妻と子供と幸せに暮らすことを考えていたのです。そして入社した書店で妻となる女性と出会ったのです。柳家喬太郎さんの奥さんは一般人なので残念ながら公表されていません。柳家喬太郎さんを陰ながらずっと支え続けてきたのですから、芯が通った素晴らしい女性であることがうかがえます。こうして一度落語家になる夢を諦めましたが、落語への情熱は冷めず、落語家になることを決意して約1年半で退職。1989年10月に柳家さん協さんに入門し、初講座は1989年12月29日の新宿末広亭で道館を演じました。1995年には第1回高田文雄杯お笑いゴールドラッシュ II で優勝。1998年の平成10年度 NHK 新人演芸大賞落語部門大賞を受賞したことをきっかけに、一躍名を知られることとなりました。2000年3月に林家たい平さんと共に12人抜きで真打ちに昇進。平成11年度彩りの国落語大賞技能賞を受賞しています。2003年、春風亭昇太さんらと共に SWA を旗揚げ、2014年には落語協会理事に就任しています。2016年の映画スプリング、ハズ、カムで映画初主演を務めるなど、落語家だけではなく俳優としても多数のドラマに出演しています。2018年には NHK ドラマ昭和元禄落語新中の落語監修を担当しました。そんな柳家喬太郎さんは自らを時々休まないとダメな人と説明しており、たまにのんびりしないと次の講座を頑張れないタイプと述べています。取材した記者たちは一様に生真面目で物静かな印象を受けるようですが、ご本人は真面目というより面白みがないと分析しているようです。高校時代の恩師にも真面目すぎるところが君の欠点と言われたことがあるのだそうです。また気が弱くて仕事の依頼を断れないとも明かしています。休む予定の日に仕事を頼まれても、その日はオフですからの一言が言えないのだとか。時には座布団からはみ出るほどエネルギッシュな講座の姿からはちょっと想像がつきませんね。落語家、俳優とマルチに活躍する柳家喬太郎さんですが、立川志らくさんの著書落語進化論に柳家喬太郎さんの講座を見た立川談志さんが怒り出し退場させたというエピソードが紹介されています。概要を簡単に説明すると、
その日は談志さん、志らくさん、京太郎さんが出演していたといいます。京太郎さんの講座は大受けしていたのですが、そんな中突然談志さんは怒りをあらわにし、引きずり下ろせと弟子に指示して、話の途中にもかかわらず前座に太鼓を叩かせて終了させたというものです。志らくさんはその現場に居合わせた目撃者でした。志らくさんはこのことを、柳家京太郎の落語を理解できない男子でも評判が高い、ついにはあいつの落語はどうなんだと私に聞いてきたくらいだ、私のライバルですと答えて以来、男子は京太郎を否定しなくなったとツイートしています。京太郎さんは柳家一門であり立川流の落語家ではありませんから、話の途中で退場する必要はなかったのかもしれません。客席からは男子師匠ひどいよという声も上がっていたそうですが、京太郎さんはそのまま退席していきました。両者を知る志らくさんも当初は男子さんの怒りの理由が全くわからなかったといいます。本書には時間が経ってからの志らくさんなりの解釈が綴られています。ヒントになったのは男子さんがよく言っていた江戸の風という言葉でした。男子さんは本書の中で自身が思う落語について、寄席という独特の空間で昔からある作品を江戸っ子の了見でやる、己のギャグ、自我、反社会的なこと、それらを江戸の風の中で演じる、非常に抽象的だがそうとしか言えない、江戸という風、匂いの中で演じるということだと語っています。志らくさんはこの言葉を引用しながら、京太郎は面白いだが江戸の風が薄いのだと書いています。落語の定義は人によって異なりますが、少なくとも男子さんにとってはいくら客席が受けていようが、江戸の風が吹いていないものは落語ではなかったようです。自分にとって落語でないものが落語界に蔓延しようとしていると感じた男子さんは、だからこそ突然怒り途中退場させたのだといいます。とはいえこれは10年以上も前の出来事なのですが、このようなことがあったとは驚きです。いかがだったでしょうか。今一番見たい落語家として引っ張りだこの柳家京太郎さん、チケットがなかなか取れない落語家と言われるほどになりました。また結婚した奥さんとの間には息子がいます。いつ誕生したのか、どんな仕事をしているのかなど詳しい情報は公表されていませんが、一度諦めた落語家として今も活躍できているのは間違いなく奥さんと息子さんという家族の存在があったからでしょう。古典落語にも新作落語にも長けた実力派の柳家京太郎さんは、自らをファミレス落語家と称し、和食も洋食もデザートもあるファミレスのように、どんな人にも満足してもらえる話し家でありたいと語ります。これからも柳家京太郎さんの落語で多くの人を楽しませてほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。